that this is the way as the earth falls. You know that the world is yours. コンビニであるもので自炊をしようみたいな。じゃないクッキングいた。では始めたいと思います。 DJ リナの3分じゃないクッキング、行ってみよう。イエイ。一応ね、前回の動画にも書いたんですけど、手洗いは30秒推奨。あ、けどこの時まだ痛いんだね。ちゃんと爪の間とか指の間とか洗って。いやー、綺麗綺麗、さっぱり。では行ってみよう。カルパス、ちくわ、ちいかま、この3つで何が作れるんだろう。マジでやばいね。まずはまあ普通に家にあるものもそういった地で買っていこうと思うんだけど、私ね、皮抜きとかね、ほんと苦手。皮だけね、剥いた状態でね、売っててくれないかなと思うね。ほんとなんかね、料理するのはすごい好きなんだけど、なんかこうその他のこう皮を剥いたりとか、そういうことがあまり好きじゃない。料理は手際が大事なので、電子レンジ、天下の電子レンジとかね、もう何でもね、電子、あ、スイッチが入ってない。いや、なんかうちコードがね、あんまりないんですよね。で、その間にこれね、難易度高いわ。元気だよね。昨日さ、あんなさ、なんかなんか疲れててさ、怪我までしてさ、病院行ってさ、からのさ、今よ。え、これもうやばい。超地道なんだけど、すごくない。え、カルパスってこんな包まれてるものだったっけ。わざわざ結構めんどくさいね。というなんか地味なことはね、いつか大きく実るんだよ。なんだよそんな名言みたいな。書いてきました、全部の。チロちゃん、チロちゃん、はい、お部屋戻って。チロちゃん、では続いてこれを、何ができるんでしょうかね。基本的に固形のものって刻んでてればなんとかなるから。冷蔵庫で相変わらず酒だらけ、やばくない。酒酒酒酒酒酒みたいな。これお酢と何にしようかな。ほうれん草か。意外と冷蔵庫の中にものがあった。これね、ベーコン的な感じに、何ができるんでしょうかね。すごいでしょ。ちゃんとオリーブオイルと炒めます。混ざったかなと思うところで、はい、次。もうなんか私昔から作ってる料理なんで、カルパスを使ったのは初めてなんだけど、
蓋をします。続いてその間に次のことをやりましょう。いやキッチンマジで広い家に住みたい本当に。でもこの家ね、タブとかがついててね結構いいんだけど、キッチンが狭いとかも本当にね。大根ね使う分だけ。ピューラって結構画期的だよね。昔はさ、皮抜けない人とかどうやって料理してたんだろうね。あ、そんなこともないのか。昔があったらさ、全然料理できるかな。大根ってさ、お味噌汁にも使えるしさ、なんか結構万能だよね。結構スーパーに行くと、なんか万能のやつ、大根ってあるんだろう。これさ、なんか、はい、これができましたとか言ってさ、出てきたものがさ、なんか結構さ、まずそうなもんだったらさ、お料理番組できない。次から、ご対人でしょ。この子さ、大根はサラダにするので、塩もみ。さてさて、何ができるでしょうか。バッター。ご飯ね炊くのがめんどくさかったりするときあるじゃないですか。これ今ね実はねリゾット作ってるんですけど、リゾットフライパンで結構簡単に作れるんでおすすめです。ご飯炊くより短時間でできます。水は適量、埋まるぐらい、このこれが埋まるぐらい、埋まるぐらい。だんだんこうご飯と一緒で膨らんでくるので、はい、OK、いい感じです。じゃがいも、じゃがいも入れます。熱いんでね、よくあるやつ、これはなんか一般的なやつを作ってます。ちいかわ洗っちゃった。ちいかわって洗うもんじゃないね。とりあえずはちいかわじゃないし、なんか綿棒もなんもないからもうこれで潰した。お手皿は塩、適量、胡椒、適量。私がいつもちょっと使う、お出汁に使うのは出汁、ほんのちょっとね、少々と、これが多分特別と思う。あ、失敗っていうかこの卵多分割れてた。卵失敗なんてすんの？って分かんない。いやこんなんじゃないんだけど、いつもなんで卵、卵は全然使うからいいんですけど、この卵失敗しまくってる。あ、なんか難しい。この卵何なんだろう、むずい。私が使いたいのは卵黄。そう、これ結構これ私流だと思う。うまい。
めっちゃうまい。これめっちゃうまい。薄味が好きな人はこれぐらいがいいと思うけど、ちょっとちょっと、卵黄はね、マジでね、入れたらね、うまくなりますよ。めっちゃポイント。一品目、じゃじゃん、ポテサラです。イエイエイ。塩もみ完了。塩もみするとしなってなるからいいね。感じになってしまった。でもこういうのよくあったよね、給食とかで。こうのなんか実践して作ったの今日が初めてだけど、そう、なんか思い出して、こんなのなんかちくわって使うことないじゃん、あんまり。そう、こんな思い出して、こんなの給食にあったなーなんて思ってじゃじゃん、2品目、ちくわのサラダです。イエイエイ。こんな感じでしょうか。なんかやっとパラパラチャーハンっぽくなってきたんですけれども、いや、チャーハンじゃない。リゾット。ちょっと味を。感じです。火止めます。じゃじゃん、3品目、リゾットです。意外と形になった。ちょっと私の発案なんですけど、リゾットです。じゃじゃじゃん、3品目、リゾット、イエイ。続いて何をするのかというと、薄力粉使います。適量大取れて、何で選んでないの、めぶる。はい、また噂の玉、今回は一緒に1個だけど、だけど、でもなんか黄身だけとかじゃないから全然いいんだけど、こんなに量使わないので、調整しながら、そうそう、これも様子見ながら。薄力粉で天ぷらの素を作ってます。温めていきます。何をするのでしょうか。なんかだんだん創作料理すぎて
何がどうなってんのかわからなくなってる。はい、地球は。するのでしょうか。もう絶対もうこんなのさ、酒飲みしかさしないよねっていう感じでね。みんな大好き磯で揚げじゃない、磯なし袋揚げ。磯入ってないやん。磯ない。磯って私海苔だと思ってたの。磯って海苔、あの佃煮の海苔なんだね。その磯なんだね。私海苔をさ、なんかさ普通にさ、なんか海苔だと思ってたわ。こんな感じになってます。これが正しいのかどうか。これね、忘れてたよね。これは結構あれだな、重要人物だな。こんなのさ、買ったのほんと小学生ぶりぐらいだな。こういうもんだよね。昔これさ、開けられなくってさ、全然開け方わかんなかったんだけど、はい、今でも開け方わからんの。え、待って、これどうやって開けるの。なんかわかんない。失敗したかも。全然画期的じゃないやん。ちょっと上がっちゃったので、こんな感じ。はい、4品目、ちくわの磯辺じゃないものを無駄にしないでいきましょう。それが料理です。先ほど私が間違って割ってしまった卵ですけれども、はい、はい、リニューアル。余った卵を使ってチーカマ、卵のチーカマ焼き、スクランブルエッグ風みたいな。もうこれなんか普通にあえて混ぜたのに普通やんな。はい、5品目、イエイ。未だにチーカマの使い道に困ってます。どうしよう。終盤です。
何品目か忘れました。ミネストローネ風です。イエイエイ、7品出来上がりました。イエイエイイエイエイ、1時間ちょっとで7品イエイエイ出来上がりました。イエイエイ。まずはこちらの方がちくわの磯辺揚げ風なものとポテトサラダ、これはカルパス使ってます。こちらはリゾット、カルパス使ったベーコンに見立てたリゾットと、これはチーカムの卵炒めで、これはちくわぶの、野菜塩あえみたいなやつと、これはちくわぶちくわじゃんチーカムを使ったミネステローネ風なもの、まあ、あとこれはどうしても使い道ちょっとわからなくて困ってて、刺したタコさんウインナー風のチーカマです。まあね、こんだけのものね、コンビニなの酒のつまみでできるっていうことなんで、皆さんね、今のご時世ね、自粛って騒がれてますけど、スーパーで物がね、なくなったりね、騒がずにもコンビニでね、こんなに作れるんですからね、そんなにね、爆買いしたりとかしないでね、みんなアレンジしてね、やっていけたらいいんじゃないかなと思うんですね。はい。そんな感じで、皆さん、自粛が、長くなってもう今2週間目、自粛って言われて2週間目なんですけれども、結構ね皆さんね、もうストレスも結構溜まってるかと思うんですけど、いろいろね料理とかアレンジしてなんかいろいろ楽しく時間を過ごしていけたらいいかなと思ってます。で、私の YouTube にて DJ 動画をプレイ動画を上げてますので、もしよかったらねテンション上げたい時とか、そちらの方も見ていただけたら嬉しいです。では皆さん、チャンネル登録よろしくお願いします。イエイイエーイ。